どープガバリです。今回は、最近なんですけどね、ビリーズ新宿に行ってきたんですけど、その時の様子をお伝えいただきます。それではどうぞ。やっぱりね、ここは結構いいの置いてますね。ビリーズさんはやっぱ僕は好きでね、ジョーダン1のミッドとかね、2、3日前ぐらいに発売されたモデルで、このトップ3風味感のこの配色のやつとかはあったりとか、この日はちなみにジョーダン1のミッドがね、3色発売されたと思います。ローカットバージョンとかね、あとこのピンクにこのなんかゴールドっぽいラクダ色っぽい数種の、やつとか、あとねこの一番気になったのがマックスアップテンポっすね。マックスアップテンポはね、当時ねほとんど出回んなかったモデル系だったと思います。結構高くて当時4万5万ぐらいで取引されたモデルだったから、すげえ気になったっす。もう一番欲しかった。あとね、まあマックス97とか、あとね少し前に発売した、リフレクターのエアジョーダン7、あとねこれ配色がすごい可愛かった、少し前に流行ったやつ、アディダスのなんだっけ、このドラゴンボールとかシリーズでみたいの出てたやつね。あと、ジョーダン11のコンコールドじゃない、スネークのローとか、はい、あとねガンジャ柄のこのバンズのオールドスクールかな、まあ、スケハイとも言うんですけど、ガンジャ柄のこの黒にピンクってもう最高っすよね。すげえかっこいいっす。90年代とか昔もね、多分こんなような配色のやつあって、かなり抜群な配色だったと思います。あとね、なんとなく可愛いなと思ったのがこう、オールドスクールとかかな、確かわかんない、オールドスクールですね、のローカットのね可愛い色のやつとか、あと、コンバースのオールスターの黄色、これも、すごく、気になった一足で、これ1万2000円だったかなんですけど、日本製なんですよね。ヒールパッチ見るとわかるんですけど、だからちょっと価格が通常のオールスターより高めになってて、あとは、イージー700とかも並んでて、ね、イージー、700探してる方はビリーズに並んでると思います、はい、今でも多分あるんじゃないですか。はい、あとねこれがゲル BND でしたっけ、なんかねゲルバンドだと思ったらゲル BND らしいです。で結構ね配色もやっぱりちょっとねアシックスタイガーになってちょっと変わってんですよね最近ね。あと、トレイルシューズかな、これアシックスのやつの、はい、トレイルシューズでゲルフジってやつらしいです。はい、あとね、こちらがニューバランス990ですかね、はい、最近調子いいっすよね990。あと懐かしいのがこれ、ポンプヒューリーのね、なんかねポンプヒューリーじゃないバージョンみたいなやつ、なんか昔なんかね叩き売られてたやつ。あとエアウォークの1でしたっけ、こちらこれもねまたいい色で、これ懐かしいっすよね。この紫の方が確かビリーズ限定だったかなのやつとか、あと定番のねバルンズのオールドスクールも並んでました。あとねこの少し前に流行ったこのズレバンズっていうのかな、アウトソールのねこのヒールパッチが横に来ててちょっとズレてんすよね、アウトソールちょっと遊び心入れちゃったんだよ感でズレてて面白いんですけど、今ではまあ普通に店頭に並んでるものなんでそんな珍しくないかな感のもので、はい、あとねなんか最近こう靴下をねが並んでてすごい可愛い靴下でしたね。そうですね、結構その T シャツとか、靴とかなんか結構いい感じのものも並んでてすごい面白かったです。この T シャツなんかもすごい可愛くて、多分ビリーズとかビームスとかそういう系にしか置いてないらしくてすごいおすすめです。はい、ということでね、ジョーダン1のミッドとかいろいろ発売されてて、意外とねサイズとかもあったんで、まだね店頭とか行けばありますし、で他のね店舗とか探してみても、まあミッドなんでそんな商品が動かないと思うんで、もし気になってる方いたらね、ぜひビリーズなんか行ってみても面白いかと思います。はい、ということで、ビリーズ新宿行ってきた様子をお伝えいたしました。以上です。どうチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったら、ぜひグッドボタンお願いします。以上です。どうー。